KT は大韓民国最大の通信事業者である。本社所在地はソウル特別市南方の軽機道場南市。韓国取引所、ニューヨーク証券取引所に株式を上場している。KT&GE と直接の関係はない。前身は国営企業の韓国通信。民営化を経て2001年に子会社の携帯電話事業者、KT フリーテルと ハンソル M.com の合併を機に社名を変更した。2009年6月に子会社の KTF と経営統合し、KT として再スタートした。KT の公衆電話韓国において、ブロードバンド事業、携帯電話事業、インターネットポータル事業、公衆無線 LAN 事業などを手掛ける。2009年10月より、ブロードバンド事業の クックと携帯電話事業の章を統合させた FMC サービスを開始し、2011年1月には、ブランド名を、クックショーからオレに変更した。固定電話事業及び、インターネットサービスプロバイダ事業では、SK ブロードバンドや LG ダカムと、携帯電話事業では、SK テレコムや、LG テレコムと、熾烈なシェア競争を繰り広げている。こうした、競争関係は、 同国の IT 水準を高めていると言われる。インターネットポータル事業では大きなシェアを得られていない。不正アクセスの標的になったことがあり、2004年に92万人分、2012年に877万人分、2014年1200万人分に及ぶ顧客情報が流出した。2014年の流出規模は顧客の1、3に相当する規模となった。 2011年、定期運用から外れた、コリアサット3号などの通信衛星を、香港の企業に、無断売却。後日、韓国政府からの指示で、香港企業に買い戻しを要求するも、損害賠償請求の訴訟を起こされ、敗訴している。2018年11月24日、ソウル市西大門区にある KT アヒョン市社地下の、通信施設から火災が発生した。 火災で通信ケーブルが燃焼し、近隣区も含む大規模な通信障害が発生。固定電話、携帯電話、インターネット、IPTV が使用不能になり、また、KT 回線を利用する信用紹介端末、現金自動預け払い機も使えなくなり、クレジットカードやデビットカード利用率の高く現金を持ち歩かない人が多いキャッシュレス社会の韓国では、 大混乱となった。ありがとうございます。